皆さんどうもこんにちは、秋田県小鹿半島で活動しております生萩里桜と申します。どうかよろしくお願いいたします。ね、昨日から今日からお盆、休みという方がいらっしゃるかと思いますけれども、もうね、お盆スタートでございます。本当ね、天気良くてね、外めちゃくちゃ暑いんですけど、なんか涼しくて素晴らしいなと思います。最近ね、下暑いんで、僕ら演奏した後ですね、膝つくとですね、膝が火傷したりとか、非常にね、この秋田暑いです。本当ね、皆さんの体を壊さないように、一つね、健康に注意していただければと思います。我々生萩里桜という名前がついている通りですね、秋田県、小鹿半島を活動するんですけれども、この生萩を世界中に、広めたいということで、ライブ活動をする、そんなグループでございます。ここね、会場にたくさん小さい子を見受けられますので、何点か注意事項ございます。毎回言ってますけれども、まず一つ、生ハゲさんが出てきても走って逃げないでいいですか。走って逃げるとですね、生ハゲさんどこまでも追いかける習性がございます。どこまでも追いかけられてね、ここで怪我をすると大変ですので、どうかお父さんお母さん周りの大人の方も、子供が怪我をしないようにちょっと注意してみてください。あと合わせまして、ここね、会場ね、後ろの方、通路になっております。でね、あまり踏み膨れ上がるとですね、皆さん通れなくなってしまいますので、なるべくですね、ちょっとコンパクトにこうキュキュッと前の方に出て見ていただけると、非常にありがたいです。あとですね、カメラ、ビデオカメラ、携帯カメラお持ちのお客様、大変申し訳ございません。綺麗に撮ってください。生ハゲさんね、結構動き早いんで、抜けたら止まってくれるかもしれませんけども、ぜひともいい写真を撮ってですね、ブログやフェイスブック、ツイッター、あとインスタグラムにアップしても構いません。なんならね、撮った動画は YouTube に上げても構いませんので、どんどんね、SNS 上に拡散していただきますと、我々のマークにハマりますので、どうぞご協力のほどよろしくお願いします。それでは短い時間でございますけど、一つよろしくお願いいたします。
たくさんのご声援、誠にありがとうございます。今日初めて生ハゲ見た方いらっしゃいますか？初めて見たアンディさん、どうもありがとうございます。この生ハゲなんですけれども、12月31日大晦日の、終了日でございます。よくね、お祭りと言いますとね、皆さん集まって、踊ったりするのがお祭りかもしれませんけれども、この生ハゲというのは全体で行ってますけれども、実はつながり全くございません。各家一軒一軒のね、ですので、お家の方で待ってますと、先立ちという若者がやってきて、生ハゲですけれども、入ってもよろしいかと伺いになってます。それでね、いいですよということになりましたら、玄関とか、ガラガラとありまして、大体3匹から6匹の生ハゲさんがお家の中に入っています。よくね、はばり回ってるように見えるんですけど、実は足を踏むんですね、こちらの方決まっておりまして、3と5と7の数字で踏みしめます。ね、非常にね、縁起のいい数字なんですけれども、こちらの方で足踏みしまして、家の役を払いまして、で、生ハゲさんがやってきますと、年が変わります。ですのでね、年を連れてやってくる年神様という伝承でございます。今日ね、生ハゲさん、目の前に来た瞬間に、一瞬でも、あ、怖いなと思ったことお願いしますか？怖かった人、あれあれ、なんか大人の方、すっとなってますけどもね、もう一回聞きますよ。生ハゲさん見て、怖かった人、はい。大丈夫、子供たち、なんか悲鳴さっき上がってましたけれどもね、このね、生ハゲさん見て、あ、怖いなって思った方、要注意でございます。心の中にね、ちょっとやましい気持ちがあると怖いと言われています。まあ、これは悪いことではないんですよ。自分の中に正義感があって、最近ちょっとね、人に優しくできてないだろうとか、しつらいこと言っちゃったとか、心の中にね、引っかかるところがあると生ハゲさん見ると怖いと言われてますので、どうかね、生活のバロメーターにしてください。それでね、今日生ハゲさん見て何も思わなかった方、こういう方、ある意味危ないですので、注意してください。全然手は当たってませんでしたね。まあね、暑いんでね、本当大変です。でもね、よくね、テレビ見ながらこうぐる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 チャンネル回して、テレビ見てないことないんですが、そういう非常に危険ですので、どうかね、まだな夏はね、長いですので、どうかね、体の方をご自愛ください。あとですね、子供たち、生ハゲが怖くなくなる方法をしてます。簡単です。まず一つ、お父さんお母さんの言うことをしっかり聞いてください。いいですか？聞いてるんだから大丈夫。あと、おじいちゃんおばあちゃんの言うこともしっかり聞いてください。そうすると、自然と生ハゲさん見ても怖くなくなります。でもね、生ハゲさんは隠れて悪いことしても山の上で見ているそんな神様です。ですのでね、隠れて悪いことしても生ハゲさん知ってるので気をつけてくださいね。あとね、お父さんお母さん、いいことを教えます。もううちのことをどうしても言うこと聞かないんだときありましたら、遠慮せずに生ハゲさんに電話ください。今生ハゲさんね、 iPhone 持ってるのでね、シュッてすることになりますので、5分以内に駆けつけるシステムになってますので、どうかご活用をよろしくお願いいたします。我々ね、どこでライブやるかね、なかなかちょっと情報なくて困ってるって方いらっしゃるかなと思いますけども、実はね、Facebook の方、ページがございまして、生ハゲ里ヶ浦生ハゲ、ローマ字で生ハゲって言っていただけると、生ハゲ里ヶ浦の、ページがございますので、もし Facebook やるってことはね、生ハゲ里ヶ浦でいいねって押していただけると、次どこでライブやるか分かると思ってますので、どうかご活用するとよろしくお願いします。でね、生ハゲさん、お名前あまり書いていきまして、新しいメンバーやってまいりました。どうかよろしくお願いいたします。今日はね、2回目になってます。この11時と2回目になっちゃって2時からという感じで、ライブやってます。午前中の最後のステージでございます。どうかよろしくお願いいたします。
あ、これまだ見たいですか。販売しておりますので、どうかね、お手に取って見ていてください。本当にありがとうございました。